さあ始まりました、リーダーの身だしなみのお時間です。この番組では身だしなみを通してあなたのビジネスの成功を演出する会社オーダーメイドスーツのマージンがお送りいたします。この番組ではさまざまな業界からゲストをお呼びして、知られざる業界話やそこに行き着いた経緯、ビジネスのノウハウなどを伺います。さらにゲストの方に身だしなみについての考え方や、身だしなみを整えることで得られた大会の経験なども聞いていきたいと思います。この番組を聞けばあなたの明日からの身だしなみが変わるかもしれない、そんな番組です。それでは CM の後ゲストの紹介いたします。それでは一旦 CM です。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り、天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。ハーレーダビッドソン沖縄にハーレーカフェがオープン。おいしいスイーツを食べるならハーレーカフェ、ツーリングの休憩所にハーレーカフェ、ハーレー見るならハーレーカフェ。毎週日曜には沖縄カレーグランプリで優勝したカレーもメニューに登場。今すぐハーレーカフェへゴー。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782、沖縄ベタニアチャーチ。はい、始まりました。今日のゲストはすごく可愛い女の子に来てもらいました。高山ひろみちゃん。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ簡単でいいんで自己紹介なんかしてもらえると。はい。はい、フルネームは高山ひろみなんですけども、ヒエンという名前、名前で活動をしています。はい。主に、トラベルライター知ってますか？トラベルライター、うん、旅行、そう、旅行とか、なんかその企業、ある企業から、うん、ここのホテルを PR してほしいみたいなこととか、うん、あとはなレストランとかそういうところに行って、取材をして、うん、それをメディアに記事として、うん、下ろすっていうのが、トラベルライター。国、普通に海外旅行とかもあるんだけど、そういったところに行ったりとか、フリーランスなので、はい、一緒ですよね。そうです、そうですなので、本当にいろんなことに挑戦できるので、うん、トラベルライターもしてるし、あとその親、はい、親がその人材会社をしているので、うん、はい、そのベトナム人の、留学生、日本にいるベトナム人の就労支援をしていたりとか、うん、うん、そうですね、その2つを主に軸にして、あとはなんかこまごま、こまごま、はいモデルさんもやってる。モデルは自分からその応募とかはしたりとかはしないけれど、うんうんうん、その依頼とかが来たりとかしたらモデルも少しやったりとかしてます。そうですね、順々に聞いていきます、はいはい、まず、トラベルライターっていうのは どういった経緯でなられたんですか？もともと一昨年まで私 OL だったんですけど、はいはいはい、 OL さんやってて、そう、 OL で OL を辞めて、まあちょっとニートをやってて特に働かなかった、そうそうそう、当時働かない期間があって、で今ってインスタグラムがすごい、もうすごい活用されてる時代、うん、で、まあ、インスタグラムも私も当時から結構本当に何年も前からずっと趣味としてやっていて、うんうんうん、で写真を撮るのがもともと好きで、そうですね、そうで、カメラも好きで、昔からミラーレス一眼とか持ってたぐらいだったから、な、流行りに乗っかったとかじゃなくて、そうそうそう、やる前からやってたのね。そうそうそう、うんうんうん、で写真がすごい好きだったし、あとはなんか文章を書くのも、うん、まあ嫌いじゃなかった、うん、得意な方だったん、うん、へっていうのは、それを記事を書き出してから気づいた。あ、
記事を書くってインスタに記事を書いてるんですか？インスタは普通に、まあ、自分 の, その好きなことを文章にして、はい、その、まあ、写真投稿するときに文章を入れてたりとかしてたんですけど、はい、だからそのトラベルライターになる前にそのなんかあるきっかけがあって、うん、その某そのカメラ会社 の,、うん、そのカメラを宣伝してほしいみたいな、そのカメラを、2ヶ月間ぐらい去年の夏、はいはい、貸し出すからそれを PR してほしいっていう企画があって、うん、それが、まあ、1週間に1回投稿しなきゃいけないっていうやつだったんだけど、インスタに、そう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 、それが条件、そう、でそれに応募したのがきっかけで、はい、でそれを応募して、はい、その枠に入ったんですね。あ、もう要はじゃあその宣伝の一人として選ばれたと。そうそう、そう、それが初めてインスタグラムの、うんうん、それはあのお金は出ないけど初めてインスタグラムのお仕事しとしてやった。 あれボランティアというか、そう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 、そうなんですか。そう、まあでもその時カメラ持ってなかったし、うん、まあ、夏好きだが一番好きだから、うん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 、夏の思い出をなんかまあその残せるかなと思ってすごいいいチャンスで、うん、それからその、募集をしてた、まあ、会社企業が違うこと、うん、違う企画に誘ってくれたりとかして、あのカメラ会社だったんですか？カメラ協賛スポンサーみたいな感じ、はい、じゃカメラの会社はそこに依頼をしてそこのマーケターがそう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 ちゃんを選んで、まあ、その募集かけて、そうそうそう、で、まあ、何人もいたんだけども、うん、そうでいて、もっとその軸になるその企業がまた違うこういう企画あるのでやってみませんかみたいな形でなんかロケに行ったりとか、そのカメラを持って、あ、はい、そのあのインスタ映えするような写真を撮れる場所に連れてってくれて、そうそうそう、で、まあ、それはお金が出た。あ、そこは収入になる、そう、仕事になったんですね。そうで、それはなんか雑誌にも出たしえ、ひろみちゃんが、そう、その企業のが作ってる雑誌に出た、出ました。うーん、出て、すごいすごいすごい、ヒルナンデスにも知らないうちに写真が流れてた。あ、じゃあそんな声もあったんですか？あ、そう、なんかヒロちゃん見たよ。そう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 、あれ出てたよねっていう言葉があったりとかして、私知らなくて。本人知らないで。そうそう、で写真送ってもらってみたいな。はいはいはい、でそれからなんかそのトラベその旅行を今いわゆるバーターっていうんだけども、うん、その旅行に行くから。うん、旅行代金とかホテル代を出すから、うん、記事を書いてくださいっていう仕事が今すごく多くって、うんうん、結構あのインスタ見てるといろいろ出かけてるの、あれはじゃあその仕事で行ってる部分もあるってこと？あ、そう、仕事で行ってる部分もある。うーん、しもっと私より仕事で行ってる人もたくさんいて、でそれで、まあ、それをトラベルライターっていう風に呼んでいる。そうそう、世の中はそのトラベルライターっていう人はすごい多くって。多いんだ。そう、多い。やっぱ仕事にしたいみたいな、うん、旅行を。いや、でもいいよね、うん、なんか旅行行けて、で別に趣味のカメラをちょこっとやって、でその旅行の楽しさとか、その例えば、まあ、行ってるところで言ったらそのどこだっけ、アジアの方、あ、タイとか、タイとかの魅力を伝えて、うん、そうそうそう。え、そっか、その会社は宣伝してくれたから、その大元のカメラの会社からお金をもらってみたいなことがあったのね。なんかそこでうまくお金が回ってるんだと思う。こっちに来なかったとしても、うん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 、まあなんかそこで、うん、やってるんだと思います。うん、え、結構じゃあそういう案件でいろいろ行ってるのかな。トラベルライターもその国によってとか案件によって、うん、そのインフルエンサー、どのインフルエンサーを使いたいっていうのが結構変わってきて、例えばやっぱフォロワー重視だったり、うん、やったりこの国はこの人、フォロワーが少なくても、うんうんうん、タイだったらこの人とか、そういうのとかもあったりとかして、やっぱ様々でその選ばれる案件っていうのは、だから
まあ、私はそのトラベルライターの中でもすごいフォロワーは少ない方だから、全然その海外旅行の案件とかは来たりとかしないけども、まあ、なんかホテルの案件とか、そういったものとか受けたりとかしてます。へえ、なんか写真見てるとヒロちゃんが写ってるものがあるのは、あれはもうカメラマンさんが撮ってるんですか？同行、そう、同行している、なんだろう、取材とかだったら、スタッフさん、なるほどね、にこのなんか構図で撮ってくださいみたいなのをお願いして、それヒロちゃんが指示したりするの？あ、じゃあもう結構そういうカメラの構図とかのこともこうやると写りがいいとか、宣伝ができるとか、楽しそうに見えるとかっていうのが、じゃあもう大体分かってきてて、大体、そう、大体っていうか今、こういう写真を求められてるんだろうなみたいなものとかって結構、それな、なんだろう、カメラ目線じゃないし、写真とか、はいはいはい、後ろ姿とか横顔とかの、あとなんか女子旅っていう言葉が流行ってて今、ハッシュタグ女子旅、そう、女子旅を推したいみたいな企業がすごい多くて、女子旅って何ですか？本当にもうなんだろう、ガールズパーティーみたいな感じでも本当に女の子同士でバイバイ盛り上がれるような写真もおしゃれに撮って、フォトジェニックの場所に行って、そうっていう女子旅、大人女子旅っていうのが流行っていて、それをみんな女子会の旅バージョン、なるほどね、なるほどね、夜はなんか部屋を、ホテルの部屋をデコレーションしてなんかキラキラにさせたりと か、なんか装飾を持っていくの、そう持ってってなんかバルーンとかあ、なんか小道具を持ってってそれで写真を残して、まあなんか、まあ、いわゆる自己満なんだけども、そのね、自己満ワールドをインスタに載せたい。インスタってそういうもんだもんね。そういうもんだよね、今。なるほどね、男子旅とは違うんだね。そうそう男子旅はね、ひどいもんね。男臭いもんね、レモンサワー買ってね、缶で買うの高いから割り物で買ってる。確かに。男旅とか、そうそうそう、親父旅っていうか。うん。へぇ。でインスタグラムって結構今面白いトピックだから聞いていきたいんだけど、ひろちゃんのこのフォロワー数って今どれぐらいなんですか？今1530ぐらい。もちろん知ってる人が全てじゃないよねっていう。あ、そう、全然もう知らない人とかもフォローしてくれてる。私の比率的には男の人の方が多いかな。なんか結構トラベルライターとかをしてる方とかは、女性が多かったりすることが多いんだけど。あ、なるほど。そのインフルエンサーの写真見て、あ、ここ行こうとかいう話になってもらいたいっていうのが狙い、とか、あとはなんかその人の写真の雰囲気が好きだとか、写真を、この人の写真を真似したいとかっていうと、その人のことをフォローしたりとかするから。そうだね。そうするとやっぱり女性のファンが多くなる、うんうん、私は昔からそのやっぱモデルを少しやってたのもあって、顔を結構出してたから、まあ、その男性のファンもありがたいことに、そのついてくれたりとかして、まあ、6割ぐらいは男性。あ、でもそんなか、半分ぐらいじゃん。半分ぐらい女性男性ね、でそのフォロワー数見て結構仕事が入ってきたりする、 DM 通してとか。ある、そのフォロワーが多ければ多いほどやっぱり仕事は、多くはなってくる。そのインフルエンサーを抱える事務所なんかも今はあるんだよね。あるあるある。まだそれとか別に考えてない？もう入ってない？あ、全然考えてないし、入るその予定もないかな。なんか別にその PR を中心にやってる人もいるけれど、それでその何、収入を得てる人、かなり収入を得てる人とかも、広告収入、そうそうそういるけど、私はそれをメインにしたいわけじゃないから、インスタグラムもなんかその
やっぱおしゃれ化、かなりおしゃれ化してきて、うん、なんかみんな素性を明かせない人が多くって、うん、その普段の自分みたいなっていうところもうカメラ越しの自分しかいない。そう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 、プライベートが見えないね。そうそうそう、で、だからそういうのがあって、うんうんうん、その自撮りを載せたりするとフォロワーが減るみたいな。あーなるほど、うん、なあてかそうかもしれないか。その人のインスタ見てるとこう雰囲気が出来上がるし、ね、そう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 、まあ、こう言い方失礼だけど顔見てがっかりだけどあれってまあね、その先入観っていうか、うん、その何だろう、見てる人が勝手に決めちゃうから、その人の雰囲気を、ね、うん、別に顔とか別に出してないだけで、まあ、がっかりされてもねって話なんだけども、うん、勝手にがっかりそう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 でも勝手に、まあ、自分が作っちゃったから、そういう世界を、でフォロワーがその減る、うん、そう悲しいね。悲しい、みんなわーって増えてって顔写真載せたらフォロワー減るって辛いね。あでもまあね、自撮りも今なんか自撮りっていうより誰かに撮ってもらう写真の方が多いからし、うん、流行ってるし、そう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 。で私がその、まあ、私もそういう世界観を作っていて、それでフォロワーとかどんどん、うん、去年の夏から比べて倍、倍ぐらい伸びた。700、800人だったのが今1500人。そう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 、なったんだけど、それは世界観が決まってから。なるほどね。うん。確かに確かに、うん、なんかでもプライベートで仲いい人とか見ると、うん、前の方が良かったとか言うかな。あまあまあでも ね、うん、あなたのためにやってるんじゃないですね。あのでもいいと思う、すごく、うん、あのなんかこう道筋が、確かにいろんな人のインスタ見てると、うん、もうやっぱフォロワー数ってもう差がすごい出るんで、うんうん、あの頑張ってるんだけど、うん、全然フォロワー数が集まらない人もいたり、うん、ほとんど投稿してないのに3000とか4000いるって、うんうん、あれどういう仕組みなのかなと思って、まあ、なんかそういうなんていうの、そういう AI を使ってる人もいる。へえ。なんかフォロワーが全てっていう風に考える人が、うん、結構多いから、うん、AI 機能を使って、うん、もうお金払うんだけど、月にいくらとかお金を払って自動で集めてくる。そうそうそう、まあ、こっちも自動でフォローしたり自動でいいねしたりとかして、でいっぱいいいねとかフォローとかしてるとなんか返してくれたりとかして、うんうんうん、でそれでまあでもそう AI 機能使うと結構上がる。1週間で100上がったりとかする。へえ。使ってない？使ってない。うん。でも例えば、うん、その、まあ、これはなんかあんまり、まあ、みんな知ってる話なんだけど、うん、例えばフォロワーが多かったとしても、うんうん、写真を投稿していいね数がかなり少ないと、うん、なんか意味ないというか、ずっからかんのフォロワーですね。そう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 、あ反応がないというか、うんうんうん、じゃあ例えば1万人フォロワーがいて、うん、300いいねとかの人と、少ないよね。そう、まあ、少ない、少ないと思う。少ないよね。少ない。で私が今、まあ、1500人のフォロワーがいて、うん、大体200いいねぐらい、うん、アベレージが。そう、そう考えると別にどっちがいいっていうわけではないけれど、うん、まあ、私はなんかフォロワーっていうより、なんかそのフォロワーさんが私のことをちゃんと見てくれてるんだなってすごい思うから、うん、ファンだよね、うん、フォロワーというファ、まあ、ファンより、うんうんうん、うん、そうそう、だからなんかそれぐらい、うん、1500、まあ200だから大体何割の人が見てるの？1500の200だから15% ぐらいかな。そうだよね、うん、の人がいいにしてくれる、まあフォロワーじゃない人もいると思うけど、うんうんうん、って思うとすごい嬉しいなって思う。そうだね、うん、1500人中10人に1人、うん、じゃあ 15% だから、そうだね、うん、1割ちょっと見てる、うんうんうん、なるほどね、うん、なんかそう聞きたかったの。俺もさインスタでさいろいろ投稿して、まあ俺も軸がさ定まらないからさあ難しいなこれだと思いながらさ、まあ軸さえ定まればその写真だけ撮ればいいからさ、うんうんうん、なんかこう
カレー作ろうと思ってさ、スーパー行けば買うもの決まってるけどさ、今夜何にしようかなとさ、ずっとスーパーいるみたいな、そんな感じなのね。で、投稿すると、こう、FX に興味ありませんかとか、なんか、お札ばーって持ってて、海外旅行行きまくってる、なんかこう怪しげな、ああいうの全部 AI なんだねって思って、大体来る。で、大体そのフォロワー数が1000か1500ぐらいの人のアベのが、すごくなんかメッセージが残してくるんだけど、あれ多分自動的にやってんだろうなって、そうだと思う。ひろちゃんがこうインフルエンサーのフォロワー数集めるのになんかこう工夫してることとかある？ハッシュタグの使い方とか。私もでもそれこそスーパーの中をすごいずっと回ってて、加工、写真の加工をかなりこだわっていて、みんなやっぱ写真の加工が、なんか茶色っぽかったり青っぽかったりみたいな、いろいろとあるんだけど、なんかそのこの人の加工いいなと思って真似したとしても、真似って言ってもすごい細かくやるから簡単なことじゃないんだけど、その真似してもなんか自分好みじゃなかったりとかしてマッチングやっぱしないんだよね。自分の私生活と色が違うというか。なるほどね、なるほどね。そうで、ここにも自分らしさがあるんだね。あるあるある、私はやっぱ青っぽい加工がそのサイドが濃くて、青っぽい加工がなんかやっぱ合ってるみたいで、いろんな加工を試したけど、そうで、そのそれも本当に去年は自分に何の加工が合うか分からなくって、今行き着いた加工が最近の、タイ、あ、そうだね、行った時の統一感あるね、そうそう。あとは加工も大事だし、ハッシュタグ、ハッシュタグもそれ知りたい。すごいよく使われているハッシュタグとかだと競争率が高いから、例えば、お、そうなんだ、なんか例えばさっき出た女子旅女子旅でハッシュタグ女子旅って入れると、女子旅って入れてる人が例えば、分かりやすく1万人、統計でいるとしたら、その1万人の中でいいねをたくさんもらわないと、その上に上がってこない。そのフィード、おすすめのフィードとかって出てくるじゃん。 SEO みたいな感じなんだ。あ、そうそうそう、 SEO みたいな感じ。フィードに上がってこないんだ。そう、そのみんなフォロワーのフィードじゃなくて、なんかそのなんだろう、関連投稿みたいなところ、ページ、そう、そこに上がってくるといろんな人が 見るからいいねが上がるの。そう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 。でも誰も見ないハッシュタグじゃ逆にそれもダメなのね。そうそう、だから2番目とか、3番目とかのハッシュタグを狙うといいみたいな。例えば女子旅でも大人女子旅が、なるほどね、女子旅写真とか、埼玉女子旅とか、なるほどねそう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 、そういうのをつけると、そのメインストリートじゃないとこ行く、ね、そう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 、サブの方、家賃安いしそう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 、そういうのつけると結構見てくれる人とかも良かったりとかする、今もう安定して1500がいる状態だよね。もうそうそう、あんまりバーッて下がったり、石がほっとくと下がったりってことはないよね、ない、すごいな、その地盤が固まってきて、なんかそこからそのね、あのフォロワーというかファンがいる状態で仕事なんかまたしやすそうだよね。そうだね。でも今ね、案件とかは特に今は来てないけど、あ、なんか最近来た、なんかその水着を宣伝してってやつとか。へえ。でも夏好きだからやっぱその夏っぽいフィードを揃えてるからかもしれないけど、それにじゃああんまいいねが集まってこないと、そのなんて企業側もちょっともうちょっと頑張ってくださいとか、そういうのもあるの？あ、でもそれはお金が発生しないから、あ、特に好きなの？そう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 、そうだね、ビジネスになっちゃうとね、物を、企業さんがその物を、そのなんだろう、与えるのは結構、簡単らしいから、お金より、お金を動かすのは難しいけど、物を提供するのは、
ただでやってるにしたらかなりいい宣伝だよね。向こうからね、そうだよね。1500人に一発でさ、そうだよね。そうそうそう。なんかやっぱ裏のことを考えるとさ、やっぱ私たちのフリーランスやってるからさ、そこのところまで考えるじゃん。うん、そのトラベルライターとか PR とかをしてる人とかって、うん、ラッキーのところまでしか止まらないけど、うんうんうん、そうそう。でもやっぱ裏は裏事情というか、うん、うまく使ってるなみたいな。今後はどうしていきたいとか、こうインスタグラムを使って、あのそれさっき言ったあの日本人材関係の今親の会社のお手伝いとは別で、インスタグラム関係では仕事を増やしていこうとは思ってたりする。でも写真がすごい好きだから、うん、そのカメラをちゃんとしたものを買って、うん、なんか新生児のフォトとか、うん、まあ、乳房フォトっていう風に、まあ、アメリカ発祥のものがあるんだけど、知ってる人あのね、そうそう、マタニティ、それはマタニティだ、うん、そう、マタニ、でもマタニティの写真とか、うんうんうん、まあ、なんかその前撮り写真とかそういったところでフリーランスで活動してたり、まあ、結婚してからもできるような仕事の土台を作っていきたいなと思ってます。いいですね、はい、ちょっとこんなことしたら時間来ちゃって、はい、はい、またぜひちょっとインスタのこと以外にもいろいろ聞きたいことがあるんですけど、うん、まあ、今日はこの辺で、はい、またぜひ出てください。はい、ありがとうございます。今日のゲストは高山ひろみさんでした。ありがとうございました。飲んで食って吸って吐いて趣味ズバー。